銀行だって1兆円ずつ稼ぐんだから商社だって1兆円稼ぐんだから稼いだものをあなたに配当であげるんだから1年ぐらい赤字になったって大丈夫なだけの財務体質を持ってるんだってなんでそれ何現金にするんだってそっちがおかしいだろうっていう下がったから嫌なんだってそしたらあなたはえまさに沈んでいく人になるだけですよって普通に当たり前に 合理的に物事を考えろっていうことなの日本の大相場とそれから円安と金利高の動きこれは変わらないと株やってる人が敗者じゃないですかって一時的にはそういうこともあるんですよありますだけども最後は株をやってる人が勝利者なんです不動産投資を学ぶなら楽待ちファーストロジック私に関して言ってるのは大相場だっていうことを言ってるわけですよねええ 要はああ今言った石油ショックが起こりますよとないしはそういった混乱が起こりますよということはいろいろ起こる可能性はあるんですけれどもすべてはこの問題っていうのは金を印刷してお金をばらばらばらまいて解決するに持っていくんですすべてがえ。これはもう今までも補助金をいっぱい出したし石油の補助金も出してきたし仮に 石油ショックが起こりましたと、石油価格は暴騰しました。これじゃ日本人にとって、大変な打撃になっちゃう。これは。とんでもないことだから、政府がめちゃくちゃな補助をしますと。いうことで、財政がどん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 拡大するということになってるでしょうね。その場合は、通貨の価値が結局なくなっていくってことです。今までの相場が起こったのも、理屈は同じなんですよ。 アベノミクスということで通貨価値を弱める政策でそれでインフレを起こしてそれでだからいわば日本の輸出金の企業っていうのはものすごく儲かったということなんで結局は金をどん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 今の補助金でばらまいてますが同じ構図ですよね私はだから一時的にそういうふうに下がったとか不況になったということはあるけれどもその解決策はすべて金をばらまくことなんで。 その果ては相場がめちゃくちゃ起こるということがその後には待っているということで今それが何もなくてもそういう状態なんだから補助金がやめられませんね日本は本当だったら208円じゃないですかでも208円210円にしたら日本の諸物価が全部上がっちゃって悲鳴になっちゃうじゃないですかこれ10兆円っていうその補助金をやり続けるしかないわけですよ こんんななとこころはは他の先進国ではないんだからこれは日本国力が落ちてこれは円安になるのは当たり前で今は一時的に円高になってるだけども今の政策を続けるんだから追い込まれていっちゃってるんだからそういうことを考えると結局はまた円安に戻ると思いますまあ右翼説はあったにしてもですよそれは今までと同じ株高を引き起こすというふうに思いますね。 直近で今おっしゃった為替の動きも大きく動いているかと思いますが円安トレンドから円高トレンドに転換したのではないかというふうにおっしゃる方もいらっしゃるんですけれどもそういったことではないということです、ね、そうではないと思います一時的に円高になるっていうのはこれはあるんですよもう長い間円キャリートレードっていうので円を借りて日本株を買っているというトレーディングで、えー、ないしは円を借りて ることでものすごく金利差で儲かったわけだこのトレーディングが確実に儲かったトレーディングだったからものすごくそれをやってきたわけですそれがだから為替の中で陶器筋の円売りということで膨らんできたそれが今回のことで7割ぐらい巻き戻されちゃったということでまだそれはキャリートレードは残ってるからそれがまだ全部巻き戻されるかどうかわからない、ええということは あるわけです、ええ、だけどもだいぶ巻き戻されたと、ええ、その後じゃあ何かっていうとこれは貿易収支がどうなるかもちろん円高になったから貿易赤字は少し減るんだけれども恒常的に貿易赤字の体質っていうのはもう変わらないんですよ日本の貿易赤字それからデジタル赤字ですねアップルやったりあのネットフリックスやったりみんなもうこのアメリカの企業にもこれは自分のことを考えてもドルは必要ドル,ドルでいろんなものを買ってるのはネットフリックスもアップルもそうだし。 まあそれはもう個人ベースで言ったってもう一生懸命、ドルを払っているわけです、ね。これは今、日本人の生活だからこれは変わらない、うん、ですから、この貿易収支とデジタル赤字でどうしても恒常的にドルが必要な上にニーサで海外投資してるからこれで毎月1兆円ずつえ海外投資でお金をゃって資本投資も始まっているこの話も落書でしたことがありました。 この動きは根本的に変わらないから一時的にインキャリートレードの巻き戻しがあまりに激しかったんでその巻き戻しで円高になりましたということが止まった後に向上的な円安がまあ元に戻るということや。向上的な円安っていうのはもともとある受給関係でだけどそれが行き過ぎたんで一時的にこうなった。だけどまた元に戻るんですよ。これは言ってるの同じいとです。 もうみんな元に戻りますよ。また円安に戻りますよ。また株高に戻りますよ。また金利高に戻りますよと。絶対的なことがあるということです一時的にいろいろ今回みたいなことはある。円高になる。株安になる。金,あの金利が下がる。一時的なことですよ。 今後、日銀の利上げそして FRB の利下げの方向性というのがあると思うんですけれどそれで日米金利差は縮小の方向には向かうかと思うんですけれどもその為替に関しては需給の要因の方が大きいとい,いやその需給が絶対的にあるので為替はどんどん円安に行くということが1つそれから金利差の問題が今、言ったよようにありますよねで今市場が思っているのは金利差がどうなるのかということですよね。先ほど言いました 上田総裁が今度はこれどん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 金利を上げていくんですよって私はこれでいいと思うんですけどもでアメリカは急激な今度は景気が減速ですから0.5%下げなきゃだめですよと、ね、年内どん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 0.50.250.25ですよといろんな説が出てきてるそうなると金利差が急激に縮まるということを言われてるんだけどこれも 今度はこうなるかどうかわからないんです、きょう、内田総裁が発言で言いましたね、えーまあ、その景気が悪いのに利上げするってことはないですよってことを言ったけど、これは別に上田総裁だって同じことを言うと思いますよ、当たり前のことだと思いますよ。上田総裁も言ったのは、オントラック、予定通りに行くんであれば、金利を上げてきますよ。だけど、予定通りに行かないんであったら、金利を上げませんよって、これは当たり前なんだけども、今の状況っていうのは株価差あった、予定通りに行ってない。 金量も上げませんよということと、それから上田総裁に関しては、やっぱり学者の弱さっていうのが今回出ちゃってるわけです。どういうことかというと、最初の4月の段階で、あの上田総裁が聞かれたと、円相場は無視できますかって、ね、えはいその時だけはい綺麗きれいに答えたのよ、簡潔に。これで円相場は無視できるんだなってことで。 円安にばーって161円もって、これは財務省はたまらなかったと思いますちょっと発言気をつけてくださいよ、総裁って。われわれがそのためにこんな為替介いに追い込まれたんですよってえ、そう激しくは言わなかったにしても、上田総裁にして、ちょっと発言気をつけてくださいねと、上田総裁、学者だ、トラウマになったと思います、この円安、自分の発言が、まあ、それは、理の通った発言だったんだけども、 最終的にその発言が円安を引き起こしてえ財務省に為替介入するところまで追い込んじゃったと自分の発言がですよえこれはトラウマだったと思いますよそのトラウマが相当あったと思いますで今回明らかに記者会見で為替のこに関しては極めて慎重に話してました為替は ある程度影響があるっていうこういう発言の仕方なんです、ね。でそ,そういうものを考慮して利上げをしますよということなわけです。これは完全に為替を意識してトラウマから抜けきれなくてそれで今回の利上げということ政府サイドの要請もあったと思います。で上田裁総裁としてて追い込まれて まあ自分もそう思ったかもしれない、そうしたということがあったと思います。ところがですよ、今回、それで何が起こったかと、利上げしましたと、今回の株安の戦犯は日銀と言われてるわけですよ、こんなみんなが反対しているときに、なんで利上げをしたんだと、狂ってるじゃないかとえ、あなたの間違いが今回の激しい世界的な株安を起こしたんだって。 ウダーショックじゃないかということを言われちゃったわけよ。これもトラウマだ今度は逆にこれは学者にとってはきついまただということでこれもトラウマってことはどういうこと次の利上げはできないよってこと。次の利上げは相当な局面になんなきゃできない。 この間はオントラックで言ったらいきますよと10月利上げということを示唆したけど今度は日銀は簡単には利上げできない今回の市場の大変動にビビっちゃって利上げはできないって日経平均5万円までできないって5万円まで利上げはない私はできないと思うねえ分かりませんけどね要は今回のことで利上げに対しては相当ビビった。 ということは本来利上げすべき局面でこの後利上げできなくなる可能性が強いだから金利は0.25以上しばらく上がらない、ええ、今回の上げの後はしばらく上げられないアメリカの方は0.5下げる可能性はありますあるけれども仮にトランプさんがなったら今度はインフル政策じゃないですかものすごくえ 今度は関税だああだない子だったら物価どんどん上がってきますよ、えー、そしたら一体金利差が縮まるのかどうかっていう問題が必ず出てくるって今だけだってこんなふうに金利差が縮まるから円高になるなんて言ってるのは今だけだって恒常的に円があドルが必要だっていうドル高の徹底的な流れが存在してその上金利,差金利差だって 結局は縮まんないんだということが分かって、結局は円安に戻るということになるわけですよ。しばらくしてね、今はキャリートレードの巻き戻しとかいろいろあるから、円高がどこまでいくのかなということを試しに来てる。今だけ今だけっていうか、この瞬間だけじゃないけど、これからそう少しだけっていうんですよ。もう年末ぐらいには全然違った状況になってる。 大統,領大統領選を経て、全く違った状況になってるって。収益物件数ナンバーワン。不動産投資を始めるなら、楽待アプリ。楽待で検索。今、大統領選の話も出ましたけれども、ハリス氏になる可能性もあるかとは思います。その場合はいかがですか、これ、私、前回のあれで、ね、言いましたけど。はい、ハリスさんが人気があるからっていうんじゃないんですね。アメリカの選挙はもう。 トトランプか反トランンププかか反といいう投票だと思いますハリスさんがどうでもいいんです。バイデンさんはちょっともう年でひどすぎちゃったから帰ろってところでハリスさんになってハリスさんが人気あるわけじゃない。だからトランプか反トランプなのかということだと思います。そこでのあれは今の出てるようにものすごく接戦でどうなるか分かりません。そこが大接戦になってトランプさんが負けるというようなことになったら。 これは選挙結果を認めるかどうかもわからないし、えー、この間だってもし仮に殺されちゃったら内戦になってた可能性がありますから非常に危ういんです拮抗してますから、えー、だからまず選挙結果がどうなるのかその選挙結果を認めるのかという根本的な問題があります、えー、それからあの時も要するにトロマで起こる可能性があるって言いましたけどそういう大きな大統領選が無事に終わるのかというハードルがまずあって。 その後の話ですよね、だからね、えー、今のあらゆる混乱、まあ、日本の株の混乱も同じなんだけども、北朝鮮でもう大洪水になっちゃったっていうことも同じだけども、イスラエルも同じだすべてがもう混乱ですから、何が起こるか分かりません、ね、大統領選もどうなるか分からないし、まず無事に投票が行われるのかどうかも分からなかったわけですね、この間、たまたま、まあ、うまく一名を取りと止め止めたうまくいきましたけど、縁が強いですね。えー だから普通だとトランプさんがこのままなりそうなんだけどもだけどわからないハリスさんが人気があるとは思わないトランプか反トランプかっていう投票でアメリカ人がどう判断するかという問題だと思うんですねしかもそれが無事に通過できるのかという問題がこれから控えていると思いますねまあそんなにないと思うけれどもあの あり得る可能性として例えばという話をしたわけですけどもだけど無事にそこまで行けるかどうかっていうのは投票結果も含めて何がどう起こるかは分かりません、えー、無事に次の大統領がちゃんと決まる就任できるっていうところまでは何が起こるのか分かりませんアメリカは,、はい、では今からそのハリス氏になった場合株がどう動くのかというようなことを想定することよりもまずは大統領選を通過する までで見届けるとというところが重要なんです,、ねですね、今だからハリスになったらどうなるかトランプ氏になったらどうなるかということが話題になっているけれども、まあ、どっちでもとどまり財政赤字は拡大しますよ、同じです、どっっちににしてインフレ政策になってきますよだからそのインフレ政策になっていくという方向が変わらないと思うので今回、不況で金利を下げるということをやると思いますけれども。 でそれがその後、まあどうなるかというと株は上が上ると思いますね、えーえー、要はアメリカはまだ5.5%金利が乗りしろがあるわけだからちょっと悪くなったらいっくらでも金利は下げられる状況なんだから、えーえー、でそ,のその段階でまたインフレが復活するという未来が待っていると思いですね、えー、だから金利差はそらく縮まないでしょうと,いうこと言ってるわけです。金の日経平均株価の話に少し戻りたいと思うんですけれども。 今、日経平均株価また反発して戻ってきていると思いますが、はい、このい調整は一旦落ち着いたとも見てよいでしょうかこれはね、ですから先ほど言ったように今回の下げの問題は先ほど言ったようにコンピュータトレーディングだけどもい中東問題があるのでここの奇数がはっきり見えないとあのその先っていうのはちょっと。 見づらいなと思います。た見えづらいなと思います。ただこれが落ち着いてきた場合は、これはまず3万8000円から一直線にバーっと下がっちゃって3万8000円までの帰りは意外に早いんじゃないかなと思う。なぜかというと真空地帯だから真空地帯で下げたんで真空地帯は上げるのはそこまで行くのは早いと思います。でその後もみ合うんじゃないかなというふうに思いますけれども、で。 何もなくまあ平穏に行ってくれた場合そうなる可能性も非常に強いと思いますけどもその場合はこの調整を経て日経平均はままさににに万円以上いいくというののが来年の構図になると思いますねえちょうど42,400円から31,100円まで1万1,000円ちょっと下がりましたのでちょうど倍返しの42,400円から1万1,000円上がった5万3,000円ぐらいが次のターゲットになってくるなというふうに見てるんですけども。 それはやっぱりこの先ほど言ったように日銀が金利が上げられなくなっちゃうということが大きいわけです。このトラウマで上田さんが動けなくなっちゃうということが大きいのとそれはその金融政策ですよ金融政策では緩和状態が限りなく長く続いて早めに手を打つことができないということで金融政策は追い風になります。 それからもう一つ、需給要因っていうのがあるんですけれども。需給要因で、今回徹底的に投げさせられました。信用取引が投げさせられちゃったんですよ。信用取引が、まあ、四兆九千億っていう、かなり。大きな人、まあ、もちろん日経平均四万円いったんで、この水準が高いとは思わないんだけれども。だけれども、信用取引が溜まってた。これが結局、今回の暴落で投げさせられちゃった。で。 今じゃあどこが買ったんですかといろんなところが買っていると思います買い遅れた、まあ、地銀なんかも含めて出遅れてた機関投資家が買っている可能性がありますそこどういう構図になっているかというと今まで信用取引とかヘッジファンドの短期数字とかいわば弱い買いですね短期的な投機的な弱い買いが持ってたここが投げたで今買ったのは強い買いですね おそらく中長期的に買えるようなところがごさっと買ってる可能性がある要は弱い買いがなくなって強い買いに入れ替わった今回の暴落でとなると上げが次上げやすくなる可能性があります。玉が薄くくなってくるちょうど 2020年のコロナショックがあったときにです、ね、バン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 ってあの年初からコロナあってん、ね、でめちゃくちゃ下げたんですよこのときにもうコロナからだからどうしようもないっていうん、ね、で信用取引がものすごく投げられました、ね、そしたらそこからマザーズが500ポイントから1300ポイントまでぶわっと上がっちゃったこれは信用取引が投げられた結果なんです。それは市場にそこと金融緩和が相まっって上げやすくなったんで ボーッと上がってきたとこれと同じ状況が今後出現する可能性がありますね。要は今回のコンピュータートレーニングのいわば暴走による近いなあの流れの中でもう強制的に弱い貝が投げさせられちゃった強い貝が残ったときれいになったそうが今度は今度は上げやすくなるという可能性があります。もちろん今回これだけの 暴落を経験した以上はかななり慎重になるですよだけどニーサの連中はこんなところじゃ売らない中長期投資でやってるって税金だってとらえちゃうんだから売ってないこれは強いいです強いいですこういう買いは残ってるだから相場は上がりやすくなるですから今悲観的な会もあるとかいろいろ多いけれどももちろん 相場が一旦チャートでぶっ壊れたわけですから、簡単にはいかない、中東の問題もあるけど、簡単にはいかない、いかないんだけれども、私の考えでは調整は早めに終わる、で上げ始めたら、あ今度はきれいに5万円に向かっていく来年5万3000円と見てます。来年5万3と見す。と見てます。ま<ー>、うん、す。とす。じゃ今回の下げで、えっと、中長期を見据,見据えた強い買いが入ったということでそうです、要するに占い買いです。 えー、売らないいが入るってことはでかいんでかんす、えー、例えば日銀の会が占い会ですよね、えーまあ、年金の会は高くなると売るけれども n i の買の会は強い会です占い会だから、えー、上がったって売らなきゃ売り物出てこないけど,どん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 上がっちゃうじゃないですか信用取引の会っていうのは弱い会です信用取引で買ったってことは上がったら売るじゃないですか、えー、そういう会が投げたわけですだから短期のヘッジファンドの会っていうのは買って売ろうとするじゃないですか そのもおそそららく思わずれれて投げさせられたんですそうすると弱いいが少なくなった弱いが少なくなくっていく相対的に、ね、強い長く持てるいが今回の暴落の中で入れ替わった投資家がこれが将来の上げにつながっていく可能性が強い、ね、むしろ上げが加速していく可能性が高いといその通りですその通りら今回下がって確かにチャート上は相場がぶっこれたんだけど これが先ほど言ったように経済の何かが、まあ、それはもちろん金利上げとかうんぬんというのは起こったけれどもあのそういうことはでも0.25なんだししかも内田総裁はもうおかしくなったら利上げしないよということで、まあ、これは当たり前のことなんだけどもそういうことを言ってきたわけです経済的なものっていうのは、ね、アメリカだって景気が悪くなったら金利は下げられるんだから経済的なものは大きな変化はないそこで買,いる買ったのは強い買いになったと。 いうことでかえって下がってすっきりしちゃって上げやすくなっているというのがだから私の考えです。えー、相場はぼこれってチャートはいろいろ出るんでここまでいった以上はいろんなことが出るしこういうことが起きたってことは、まあ、中東情勢もどうなるかわからないわからないんだけどもだけど根本的な流れは変わらない日本の大相場とそれから円安とそれから金利高の動きこれは変わらないと。 先ほどの話で上げ始めたら加速するだろうという話でしたけれども上げ始めのタイミングはいつこれは分かりませんね、分かりませんだからいろんなものがまあ要因として出てきますけれどもそこのタイミングというのははっきりは分かりませんえだけれども今回、4451円で2日でパンパンって戻しちゃったのを見ても分かるように非常にやっぱり品が薄くなっているんです。え 3あ8000までいくと今度はあの辺までいくとちょっと重たくなるというのはあるわけですけどもだけども先ほど言ったように日銀は0.25までしか結局はずっと上げられないんだということでアメリカは結局またトランプさんになりましたらどうなるか分かりませんけれども結局また物価がインフレで上がってきましたよとで結局0.25ま,までしばらく上げられないということがはっきりしてくるそうするとキャリートレードがまた復活する。 ええ、円,を円を売って円を借りてまた株を買おうという動きが復活する、ええ、もう個人投資家で金がなくなっちゃってやめたっていう連中と違って彼らプロだからこれがまたできるなと思ったら再びやってくると、ええええ、この段階がいつかというのは難しいですけれどもまあそう遠くない時期にそういう流れになってるただ不確定要因が多すぎる、うん、秋はね大統領選も含めて 日本だって台風がどうなるか気象問題もあるしちょっといろんなさまざまな問題の不確定要因が多すぎるんでちょっと秋っていうのはねやっぱりいつも波乱なんでそれ通過してきて、うん、大統領さんの結果が出てきて大統領が決まってきたという流れになってくればもう画前状況は変わってくると思いますね今の幹部ムードから一転した状況というのがね、劣れると思います今は、まあ、1週間前はこの暴落 想定もでできなかったわけですよねそれがここまで来ちゃったということなんですこれと同じように今はとても日経平均5万円なんていう人はいないけれどもそういうことが誰の目にも見えてくるということにまあ来年になってくれば変わってくるでしょうでは今年は大統領選を通過するまではまだ波乱がいいろろありそう,うこ,です、ね、これは大統領選が無事に行われるのか決まるのかその辺の問題というのは一番のポイントになると思いますね。 一番のポイントになると思いますね、えー、これはだからやってみない、えー、そこが寝るまで分かりません。はいはい、では、今年の後半は特に、まあ、ボラティリティが高くなりそうというもうこれは完全に最大のボラティリティをここで食らいましたから、なん<ー>、えー、かこれ以上のあまりボラティリティっていうのはたとえ中東で問題が起こったにしてもこれ以上のボラティリティは起こらないでしょう。1日で 4, 1円 下がったっていうこれは過去最高のボラティリティで、これはもう二度と起こらないと思います。これは歴史上のボラティリティであって、このボラティリティは起こらないと思います。じゃこれ以上の下げはないと見て。一日で4451円っていう下げはもう起きないでしょうね。もちろん日経平均が10万円20万円っていった後ではもちろん起こるけれども、それは値幅が大きくなっちゃえばそれは起こるわけだけども。 だけど当分これだけの下げっていうのはないです、えー、ないと思いますね初めての不動産投資先輩大家さんに相談したい不動産投資の悩みを気軽に相談するなら楽町相談室楽町で検索ここまで日経平均株価乱高下の要因と今後の見通しをお伺いしてまいりましたがこうした不安定な状況を踏まえまして最後に投資家の皆様へのメッセージをお願いできますでしょうかそうですね あの前も言いましたけども腹を決めるしかないわけよ、これもう今回のことで株は怖いともうやるもんじゃないってこういう人は脱落です。現金にしとこうってう人は脱落ですインフレ時代なんです。 金利が取れるものを利息が取れるものにしなければだめです。しかもこれが加速していく可能性が強いわけですよ。世界的にもね、今はなぎ状態なんですよ。一時的に巻き戻しが起こっただけなんです。こういう、しかも今回の1週間でこれだけ下げるってことは予想できなかったと思います、ほとんどの人が。えー、おそらくいないですねほ。ほとんど予想できてなかったと思います。こういう形でね。えー だけどもこういうことが起こりうるのが相場でその相場投資に関与していかなきゃならないんですよ時代を乗り切るためにはそれしか道がないんですね現金で持ってたらあなたは素直に徐々に沈んでいくだけなんです今回一時的に損したかもしれませんでも現物であればそれはまた変わってくるでしょうこういうもんなんですよ相場は 今後もこういういもんなんなです、えー、でもこの流れにいいななきゃしょうがないわけ、えー、ここはやっぱり覚悟して捉えるということとそれからもうこういう時代なんだなということでこっから逃げることができないんだと前も言いましたねガザの人逃げることはできませんねって言いましたね同じですこっから逃れることはできません。 我々このインフレ時代に向き合うしかないんですよ。40年ぶりのインフレが来たんです。今はちょっと落ち着いたかもしれないけどそういう流れなんですよ。政府がばちゃ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 ばばらまいてるんです。世界中でそうなんです。アメリカの新政権が起きても同じことをやるんです。歯止めは効いてないんです。マネーの価値がどんどんどん,どんなくなっていくんですよ。インフレ時代なんです。でも株は暴落したり暴騰したりいろんなことが起こるんです。 この中でもそこに対応していかなければだめなんですよ。これが要は切磋琢磨しなきゃなない。あらゆる意味でそういうことなんですよ。時代が激しくてしかも金融的にはインフレ時代になってるんです。ということは我々はそれを対,対応しなきゃならないんですよ。そこはもう覚悟してやってくださいということでそこから逃げる、安泰を求める、現金にするそしたらあなたは徐々に沈んでいくだけなんですよと。 あの動画のコメントにありました朝倉さん株は勝利者って言ってましたけど株やってる人が敗者じゃないですかって一時的にはそういうこともあるんですよあります、ええ、だけども最後は株をやってる人が勝利者なんです日経平均株価下げているタイミングはその買い増していくべきタイミングなんでしょうかそうですねどんどん買っていいと思いますよただ いいですか目いっぱい買った場合信用で買うっていうのは気をつけてくださいね今言ったように中東の問題があるんですよこれはさっぱり読めないんですだここがどうなるか読めないし大統領選も読めないんですよだけれども肝心なことはあなたの買ってる会社トヨタでもいいし三菱,菱 UFJ でもいいしまあ他の NTT みたいな会社でもいいんだけどもこれらの会社っていうのは 財務体質が盤石でものすごく資産を持っていて収益ができる形ができてるんですよ。ねねトヨタ年間5兆円ずつ稼ぐんだから銀行だって1兆円ずつ稼ぐんだから商社だって1兆円稼ぐんだから稼いだものをあなたに配当であげるんだから。ね 1>, 1年くらい赤字になったって大丈夫なだけの財務体質を持ってるんだってなんでそれ何に現金でするんだってそっちがおかしいだろうっていうそういうこの普通の考えを持ちなさいっていうことなので合理的に物事をやりなさいっていうことああ株はでも損しちゃうじゃないですかそれは仕方ないんだって上げ下げをするのは仕方ないんだってだけどあなたの買ってる企業はろくでもない企業だったら違いますよそうでない企業だったら ちゃんとそのバックボーンあるんだから道を歩いてみなさいよ。ちゃんとした大ビルを持って丸の内を歩いてみなさいよ。三菱が全部持ってるんだから大財閥じゃないですかえ。日本橋や三井が持ってるんだからえ。彼らはものすごくお金を持ってるんですよえ。その土地も持ってるし、そういった財産があるんです。そのシステムを持ってるんですよ。えその彼らの <laughs> え、 株を買ってそれで配当をもらってるえで金利が0.25しか上がらないえそんだったらそっちを買っていくのが当たり前だろって合理的じゃないかっていうことなのよ下がったから嫌なんだってそしたらあなたはえまさに沈んでいく人になるだけですよって普通に当たり前に合理的に物事を考えろっていうことなのただ株は上げ下げはあるよとそれは覚悟してねって 世の中何が起こるかわからないよと。えー、だけども三つ星がひっくり返っちゃうことにはならないしトヨタがひっくり返っちゃうこと、まあイブがうぬんぬっちゃって言ってるありうるんだけども、まあ、そこまで来たら諦めるつもりでやるんですねっていうかそのぐらいの覚悟を持って、まあ、今ベッドできるものにベッドするというのがこれがまあ妥当な考えだろうということですよね。えー、冷静にに妥当に いろんなことはあるんだって、そんなことはしょうがないって、人生はいろいろあるんだって、これからはもうそれしかしょうがないんだって、いろんなことがもうもうこの激しく動いていく時代なんだって、それを覚悟して、ちゃんと投資をして、生き残ってくださいね。 ございます。目の前の上げ下げに惑わされずに冷静に判断をしていきたいなというふうに思いました。その通りです。ですはい。では本日はエコノミストの朝倉ケさんにお話をお伺いしました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。